はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日なんですが、やっとですね、シューティングスタードラゴンがですね、僕らにね、使えるようになったんですよ、僕らが。これ皆さん、スキルの修正分あったじゃないですか。いつだったかな、これお知らせ。3月の、いつだったか、3月9日くらいにお知らせあったんですけど、この、修正文にしれっと1個だけ追加されてるスキルがありまして、赤き竜のあざドラゴンヘッド、シューティングスタードラゴンの実装に伴い不動優勢のスキルも強化しますという、このね、なんかねしれっとね、これ発表時点ではなかったくせにしれっと追加されてるんですよ。この一文がこういうお知らせちゃんとしてほしいなと思ってるんですけど、なんかこのスキル強化しますっていう一文がしれっとなんか後から後出しで追加されてるんですよ。で、じゃあどうなるかっていうと、神仕様、このスキル、デュエル開始時にデッキにジャンクシンクロン2枚が追加される。さらに、自分のエクストラデッキに、スターダストドラゴン、シューティングスタードラゴン、フォーミュラーシンクロン、この3枚を追加しますと。シューティングスタードラゴンが、今現状唯一使えるスキルとなってるわけですね。このスキルが。なんで今日はこのスキルをね、活躍させていきたいというふうに思ってまして、これシューティングスタードラゴンがどういうモンスターかっていうとね、ちょっと説明しておくと、このモンスターね、これ皆さんもよくご存知なんじゃないかなと思うんですけども、 5Ds でね、プラシドを処刑した最強モンスターですよ。まあ、5Ds といえばシューティングスターみたいなところあるんですけども、シンクロモンスターのチューナー1体プラススターストラゴンっていう、ちょっとね厳しい召喚条件になっていますと。で、マルチマン、一ターンに一度自分のデッキの上から5枚、カードめくり、その中のチューナーの数まで攻撃ができると。ロマンだね、ロマン。これプラシドを処刑するときはね、デッキトップ5枚全部チューナーっていう、ちょっと事故ってんじゃないかっていうぐらいのデッキトップ5枚 で5連打を決めて勝ったんですけども、これを今日は決めていきたい。で、2番目、一ターンに一度フィールドのカードを破壊する効果の発動時、それを無効にして破壊すると。スターダストのコスト必要ない番ですね。何の制限もなく破壊する効果を無効にできると。で、3番目、一旦一度相手の攻撃制限時、攻撃モンスターを対象にし、フィールドのこのカードを除外することによって攻撃を無効にすると。だからまあバトルフェイズにも結構強そうな効果を持っていると。で、さらに4番目、この効果で除外されたエンドフェーズに特殊召喚できる。まあ、要は攻撃を自分を除外しながら無効にすると。で、さらに破壊効果を無効にできると。さらに連打効果を持っていると。強いですね。アクセルシンクロなんですよ、このモンスター。要は、シンクロモンスタープラスシンクロモンスターなんでね。これね、ユーセイ君で召喚すると、めちゃくちゃかっこいいムービー入るんで、竜の技のシンクロムービーが、一回みんなをね、出してほしい。で、じゃあどうやってね、シューティングスターとかいう、劇的にかっこいいモンスターを出していくかっていうと、ギミックはね、3枚コンボですね。サイキックリフレクター、そしてジェスターコンフィ、シンクロリゾネーターっていう、この3枚を使って出していくと。で、これはテックジーナス のスラッシュマスターの時にも使いましたけども、このワンチャンっていうこのカードがね、レベル1がいるとレベル1をサーチできるっていう効果なんで、これ全部レベル1なんですよ。で、このデッキのいいところはそこそこチューナーいっぱい入れるんで、シューティングスターの効果でデッキトップチューナーがめくれる確率もそこそこ高いというところが一応いいところですね。まあ1枚しかめくれないっていうこともありますけども、デッキトップ5枚チューナーにしたかったらフルチューナーデッキを組まないといけないんで、ちょっときついですけど、まあ、これもそこそこ、まあ、1枚か2枚は、まあ、大体めくれるかなっていう感じですね。まあ、運がいいと3枚ぐらいめくれるかなっていう感じ。で、どうやって出していくかっていうと、サイキックリフレクターで、スターダストドラゴンを出して、で、ジェスターコンフィとシンクロリゾネーター、これ特殊召喚できるんですけど、両方とも。特殊召喚できるモンスターなんですけども、2体出して、フォーミュラシンクロン出して、フォーミュラシンクロンとスターダストで、シューティングスターを出していくと。やっぱね、フォーミュラシンクロンかっこいいんだよね。召喚工場ちゃんと、ユーセイ君言ってくれるんで、早速、アクセルシンクロ界史上最高にかっこいいモンスター出していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、カードに命を吹き込むの、デュエリストの役目だ。来い、リスペクトなど死。最近はですね、ちょっとセリフオンにして、デュエルするのにハマっております。うるさいなと思ってたんですけども、で最近 5Ds 推し熱いんでね、結構嬉しい。やっぱね、アンチノミー来てからだな。アンチノミーが来てからだな、嬉しかったの。これジェスターコンビかな。さあ、ちょっとこのターンではシューティングスターまではいけませんが、まあ多分サイバー流でしょう。
サイバーリーは言うて多分スターダストドラゴンの打点がそんな簡単に抜けないと思うんですよね。サイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけてレベルはもちろん3つ上げるぜ。ほそしてバスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、集いし星が新たに輝く星となる、光さす道となれ新規の召喚、新たに輝く星となる、光さす道となれ新規の召喚、行くぞアンチノミ、偽証せよスターダストドラゴン、かっこよすぎ、マジでこのモンスター世界一かっこいい、あの召喚ナミマジでかっこいいですよね、このモンスターこれぐるぐる言ってバッサーですからこれ、かっこよすぎか、まあ、ちょ何もできないんだけどね今んところ何もできんっていう話あるけども、ライディングデュエル、アクセラレーション、アクセラレーションいった、ワンチャンはですねサーチしたモンスターを召喚していないターン2000ポイントのダメージを受けます。これで言うてなんかスキルがね発動できればいいんですけど、このスキル赤き竜の技ドラゴンレックだっけ、じゃあなんかあの赤き竜の技固定なんで、クモツやめろクモツやめろ、まあ、でも言うてそんなに困んねえなこのクモツも、これどうしよう、槍で封じるか、槍で封じよう、槍で封じて、でランページの破壊効果は、スターダストで止めるみたいな感じでいこうか、で月の書で封じるみたいな、あー OK、 ルイドサポートで了解、さあこのスキルもいつまで放置されてるんでしょうか、サイバーの敵がフュージョンサポートを1枚ぶち込むとモンスターが 2体出てくるって結構おかしいですけどね、やってること、見ろモンスターを攻撃表示でしょ、フィーア OK、 いやよく頑張ってるよ俺たちエンジョイ勢ってさ、こういう理不尽なさ、なんかその環境デッキ相手にさよく戦ってると思わない、最近本当に思うわ、ランク戦しか遊ぶ場所ないからさ、デュエルリンクスってフリー対戦言ったらボットばっかりだし、マジでよく頑張ってると思うエンジョイ勢の俺たち、本当によく本当に頑張ってるよ、さあランページ、まあでもちょっと打点下がっちゃったの痛いですね、これランページの効果使うのかな、さあキマテックランページドラゴンが打ち飛ばされていくが、あ使うんだ、へえ、あそれは一回だから止めればいいよね、で月の書守ってあげて、で多分あれ速攻アオのチェーンあるんで、多分なんかサイバーロードフュージョンだと思うんですよ、あのハンド1枚なんで、出てきたランページをビクテムサンクチュアリ、フィールド上のカードを破壊する効果を無効にし破壊していく、ビクティムサンクチュアリ、多分ねあのね多分ねハンドね速攻アホっぽいチェーンなんで、まあサイバーティックフュージョンサポート一旦1枚だったんで、多分ねロードですね、多分ロードだと思います、多分フィールド魔法発動、ええ出せるのキミラティックオーバーぐらいしかいかない、これキミラティックオーバーしかいないと思うんだけど、あれいたっけ、なんかえなんかいたっけ、ちょっと待って、サポートで、ね、キミラティックでしょ、俺あーオッケーオッケー、オーバーだよね、びっくりした、びっくりした、オーバーしな、でフュージョンゲートどっか行く、オッケーで多分それロードでしょ、バトルオッケーいいよ、いい大丈夫、いいオッケー、もらおう、もらおう、オッケーいいだろう、もらおう、よしオッケー、計画通り、八神ライトはその時言った、いや計画通り、そしてこの開始のターン、俺はスターダストドラゴン、俺のスターダストドラゴンは墓地から帰ってくるぜ、いいだろう、チェーンシーマホジックカード月の章発動、相手のフィールドのモンスター1体を裏側守備表示にすることができる、よし、そして墓地のスターダストドラゴンの効果発動、ビクティムサンクチュアリを発動したターン、墓地から蘇る、自重せよスターダストドラゴン、これでレベル1のモンスターがワンチャン、シンクロンリゾネーターがワンチャン来てください、お願いします、神ゲー、ジェスターコンフィを特殊召喚、さらに手札からワンチャン発動、
法カード発動。ワンチャンの効果によってシンクロリゾネーターを手札に加える。そしてシンクロリゾネーターを召喚。さらにレベル1ジェスターコンフィにレベル1シンクロリゾネーターをチューニング。集いし願いが新たな速度の地平へ誘う。光さす道となれ。シンクロ召喚、希望の光、シンクロチューナー、フォーミュラシンクロン、希望の力、シンクロチューナー、フォーミュラシンクロン。そしてレベル8スター、あ、効果発動ワンドロー忘れてた。そしてレベル8スターダストドラゴンにレベル2シンクロチューナー、フォーミュラシンクロンもチューニング。クリアマインド、集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光り立つ道となれ。アクセルシンクロー、アクセルシンクロー、将来せよシューティングスタードラゴン。そしてシューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。世界中のチューナーモンスター全部俺のデッキに舞い込め。いやいや、もう一枚、いや神ゲー、何バカな、合計3回の攻撃だと。カードを信じるデュエリストの魂、その魂が勝利を俺の元に呼び寄せた。ちょ、1個言わして、スターダストミラージュ打たせて、サレンダーやめて。さあお相手の方、この世界に不要なやつ、ワンチャン来すぎなんだけど、俺のターン、どんだけワンチャン来る、どんだけワンチャンにかけてるこの人、ワンチャン来すぎだろう。行くしかないか。でもサイキックリフレクターを召喚、いやーこれワンチャン2回発動すると死ぬんですよね。自殺願望者みたいになるんで、いやこれ1枚がねジェスターコンフィだったらいけるんですけど、ちょっと、ね、1枚がサイキックリフレクターの場合は無理なんですよね。ジェスターコミの場合はジェスターコミ特殊召喚した上でワンチャンワンチャンってしてサイキックリフレクターに召喚権を与えられるんで、2000のダメージで済むんですけど、リフレクターに使ってしまうとですね、4000のダメージが、あ、違う違う、間違えた、ワンチャン先に発動しないと、ワンチャン発動して、でジェスターコンフィを持ってきて、でこいつが本当最強なんですよ。特殊召喚、何の制約もなく特殊召喚できる、レベル1のモンスターなんで、これめっちゃ強いですよね、このモンスター。自重せよ、スターダストドラゴン。見ていますか、宮下さん。今から僕はあなたの魂のカードを、まあ、今からっていうか、まあ、多分2ターン後くらいに僕はあなたの魂のカードをアクセル進化させてみてますよ。見せてやろう、諦めない、ヨハン。ターンエンド、進化召喚は終着点ではなくただの通過点に過ぎないということも。限界を打ち破る境地、クリアマインドに到達した俺はアクセル進化をすることが可能。アクセルシンクロとはシンクロモンスターとシンクロモンスターのチューナーを使い、より美しく強力なシンクロモンスターを出す、そんな境地。優勢粒子は人の気持ちを汲んで進化する。ジェスターコンフィを特殊召喚、そして手札からマジックカードワンチャンを発動。フィールド上にレベル1のモンスターが存在する場合、デッキからレベル1のモンスターを手札に加えることができる。そして手札に加えたモンスターを特殊召喚すると2000のダメージが入ってしまうため普通に召喚するぜそしてレベル1のジェスターコンフィにレベル1シンクロリゾネーターをチューニング。新たな速度の地平へ誘う。光り差す道となれ。シンクロ召喚、希望の力、シンクロチューナー、希望の力、シンクロチューナー、フォーミュラシンクロン。そしてフォーミュラシンクロンの効果、シンクロ召喚に成功した場合1枚カードをドローできる。そしてレベル8のスターダストドラゴンにレベル2フォーミュラシンクロンをチューニング。クリアマインド、クリアマインド、集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光り立つ道となれ。アクセルシンクロー、アクセルシンクロー。将来せよシューティングスタードラゴン。
さあ今動画ではおそらくクリアマイセルフ BGM クリアマインドが後ろでかかっていることだろう。編集中の俺、編集中の、あ、おい、ふざけんなよ。ここまでやったんだから殴らせろ。ふざけんなよマジで。このゲームゴミだな本当に。何がおもろいねん。お、やべ、ちょっと、まあ、完全にボスだと思った、ボスだと思って喋ってた俺。やべ何狡猾な落とし穴だと。バカめ、対策カードを積んでいるんだよ。禁じられた清掃、あ、そもそもシューティングスターの効果で無効にすればよかった。間違えた。まあええわ。ここで俺はあとはデッキトップか。1枚あと1枚きた。めくれたのはチューナーモンスター2枚、ジャンクシンクロン、バトルベース、スーパーダストミラージュ、スーパーダストミラージュ2連だ。かっこよすぎ。ちょっとあまりにも興奮して、あのシューティングスターの効果忘れたらマジで許して。このくしもんねえな。いやでもね、ジャンクシンキロ2枚めくれたのはめちゃくちゃ激アツ。来たな、アンチのみ。カードに命を吹き込むのデュエリストの役目だ。ユーサイデュエル行くぞ。ブルーノ、ブルーノ進化した俺の力を見せてやるぜ。何ライトロとアサシンライデン、てめえテクジラスモンスター使えや。テクジラス使えや。いやでも墓地には落ちない。手札にあんのかなあいつ、なんだっけ、スクリューサーペント手札にあったら。でも使うか、スクリューサーペントの方。はいはい、スターガーディアン、それ俺、それ俺を守るカードだから、これ。それ俺を守るカードだから。スターガーディアンとか。え、これスクリューサーメンできるの？あ、いなさそう。あ、来た。あんま強くねえ。これは、これを特殊召喚先しちゃっていいのか。これ特殊召喚して、レベル1シンクロモンスターがフィールド上に存在する場合特殊ができるっていうねことで、相手のシンクロモンスターを利用して、これはワンチャンの効果によってサイキックリフレクターを手札に加え、そしてサイキックリフレクターを攻撃表示で召喚していくぜ。そしてサイキックリフレクターのモンスター効果発動、バスタービーストを手札に加える。そしてバスタービーストのモンスター効果、このカードを墓地に送ることによってデッキからバスターモードを手札に加えることができる。すまんなアンチのみ、今手札1枚からスターダストドラゴンを出せるっていうコンボが存在してるんだぜ。現代では強いだろう。そしてもちろんレベルを3つ上げてバスタービーストを特殊召喚していく。そしてバスタービーストレベル7にレベル1サイキックリフレクターをチューニング。集いし願いがどうのこうの。集いし願いが新たに輝く星となる。光さす水となれ。進行召喚自重せよ。スーパーダストはドラゴン自称せよ。スターダストドラゴン、かっこいい。やっぱりですね、スターダストの召喚ムービー究極的にかっこいいですよね。頭おかしいよね、かっこいいよこれ、やばすぎ。そしてジェスターコンフィを特殊召喚、モンスターを特殊召喚。そしてレベル1のジェスターコンフィーレベル1シンクロリゾネーターをチューニング。新たな速度がどうのこうの。新たな速度の地平へ誘う光さす道となれ。シンクロ召喚希望の力、希望の力シンクロチューナーフォーミュラシンクロン。そしてレベル8の、あ、もうカード1枚ドローするのいつも忘れる。そして無駄だリバースカード、あ、トラップカード、なに何？何？てめえふざけんなよ！俺のモンスター返せ！俺のモンスター返せよ！おい、アンチのみ！やっていいことと悪いことがあるぞ！お前ふざけんなよ！
スターガーディアンリリースしてスターダストとフォーミュラシークロンパクってんじゃねえぞ。それはどうか。え？モンスター効果発動。嘘だ。嘘だよ。ちょっと待って。こんなこと許されるの？ちょ、アンチノビーさん、それやってること人間じゃないですよ、あなた。え、こんなこと許されていいのか？犯罪だろこれ。人のモンスターパクってアクセルシンクロってどうなってんだよこのゲーム。助けて誰か。